皆さんこんにちは。今日は京踊りに着ていく着物を探しに祇園に来ました。祇園界隈が人が少なくてびっくりしました。今日お世話になるのは千代院近くの京町屋の着物ショップややさんです。コロナ対策で曜日によって完全予約制にしてくださっているので、今日は安心して来させてもらいました。こんにちは。お邪魔します。もう撮ってるけどいい？あー久しぶり。なんか向こうがすっきりした気がする。配置が変わった。あ、そうや、こないだチラッと来た時にめっちゃ頑張って変えてたもんね。頑張りました。そうなんや。今日はよろしくお願いします。てかなんか今日すごい、なんかなんていうの、なんだろうかっこいい。ちょっと気分で今日はこんな感じでお待ちしてました。はい、傘とかはい、なんか素敵やな。とか考えてもすごくおすすめな2点です。あとあサイズもいい感じやし、うんうんうん、うち、まあ、リサイクルのものがメインの中でも、うんうん、これは未着用品と断定してお伝えできる商品で、そうしつけないとかついてるもんね。ついてて、であとこう見てもらうと袖の長さが、うん、こっちちょっと長いんですよ、うんうんうん、なんでお持ちの長襦袢を生かそうと思っても、うんうん、相対的にベストはこっちやと思うんですけど、うん、なんか1枚だけでねこうこれっていうのも難しいので、うん、こう総比して2枚ぐらい見てもらうと分かりやすいかなと思ったんで、あとこう帯も後ろすごい素敵やね。私もこの結び方したいねんけど、うん、これみんななんか難しそうに思ってらっしゃるけど、うん、太鼓結びできたらできる？はい、うん、これに今締めて春帯とか合わせても、うん、このそうこの帯がめっちゃ気に入ってて、ね、前もおっしゃってくれてたんで、これでも合う？はい、そうなんですよ。それがピンとこないかもしれないけども、うん、いやなんかこれかわいい。なんかねこういう色もいいなと思って、うんうん、うーん私も帯気に入って出てるっていうのも聞いてたんで、その帯も活かせたら最高やなと思ってて、で、この着物を、ちょっと探します、ね。あ、そういう合わせ方のやつあると。そう、なんかコーディネートしてアップしてるので、こういう感じで。インスタやや京都ですね。あとでまた下に貼り付けておきます。そう、この着物で。へなるほど。なんで、素敵やね。紺色の、うん、この帯絶対もう間違いなく合いますと。着物1枚に帯3本とかっていう言葉があるように、うん、やっぱり帯のバリエーションが効く着物が1枚ワードローブに増えると、うん、やっぱりこう、わこれにも合う、これにも合う、じゃあ今度はこれのコーディネートでまた出かけようとか、うんコーディネートして着ようっていう風に思ってもらえるかなと思うので、うん、いやこのチェックのやつも可愛いね。ここはあの洋服で言うとデニムのような感じの紬の着物で、うん、これでも可愛いな。サイズがあればね、そういう織物とかも着やすいので、うん、そうでも私は踊りに行く時に着るやつやから、うん、まあなんかやっぱりこう気分的に柔らかも染めのお着物の方がよりいいかなというのなんで、八掛けが同じ色、八掛けの色も結構同色系のぼかしになってるんで、小物合わせとかも
ちょっとしたことなんですけど、ハッカケの色とかもすごい大事やなと思うんで、うん、楽しい。柄の感じとか、うん、お好みな感じやろうなと思ったんですよ、うんうんうん、ただ、うん、帯が正直何でも合わせやすいですよとは、うん、なんか言いにくいなっていうところがあるかなと思ったんで、すごい面白いんですね。面白いね、こういうこれ。へえ、変わってる。上と下でなんか柄が違うねんけど、付け下げの付け下げ、付け下げって着たことないんちゃうかな。ね、もう紡ぎでカジュアルなんだけども、うん、付け下げっていうものにしてこう、うん、中間を取ってすごいよく着れるような感じにしているもの。そう、この帯が、うん、着てる。この帯がめっちゃ大きい。この着物も選んでもらった。なんか帯で、うん、で、こういう感じの色のコントラストになるので、うん、で、こういうような色合いの淡い色の帯揚げしてとかで、うん、そこでちょっとこう季節感調整、うん、ベージュ系、卵色系のとか、うん、なんか帯締め帯揚げをパステル調のものにしはったら、それでなんかこうより季節感出せて、でまたこう秋冬に着たいなっていう時には帯揚げ帯締めをちょっとこうこっくりとした深みのある色合いにしてとかで、小物の色使いで十分季節感を出して、あ、なんか好きやな、落ち着く感じ。これ好きやな、うん、なんか気軽な感じがあって、うん、さっきのグリーンのちょっと深い色の紡ぎとかなると、うん、やっぱり春のに向く感じでは正直ないかなと思うんですけど、うん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 、これやったら十分、うん、帯とか、はい、合わせるものによって帯ですごい印象変わりそうやんねって思うので、なんでどうかな。これ好き、いいよね、なんかこれ着やすそう。なんか後で見たんですけど、こういう、うちのオリジナルで作ってる、真っ白じゃない、うんうんうん、ちょっときなりがかってて、さりげなく地模様が入ってるんで、すごい動きがあって、で これとかもすごい流れるような、パッとこれでお顔も明るくなるので、それでもう随分と印象変わってくると思いますし、すごいオリジナルとかあるんだ。今日私が作ってるこの半襟も、かわいい。結構ね、ほんとさりげないけど、意外と目立つので、顔近くだし、こう模様があるとやっぱり印象が変わるので、なんで、十分この紡ぎの着物でも合わせ方次第で、またガラッと雰囲気がありますね。なかなかサラサラの、意外とマヨリカお召しみたいな、キラキラしたピンクに黒のお着物に、覚えてます？あ、今日な、帯持ってきてん、あの帯だけ。あれちょっと合わせてみたらどうかな、うん、これどう、こういう感じになるので締まっていいと思いますよ、こんな感じ。まあでもな、飽きそうやな。でも、パッて、する感じは結構好きかな、郷土のイメージ。これすっごい合ってるんですけど、個人的印象としては、なんかこうすごいクラシックな感じで、クリスマスの時期とかにこういう感じで持ってきて、春はやっぱりなんかこう、ちょっと
淡い色合いの方がサラサラにサラサラさで合わせたりとか、あとはこういう感じで小物で遊ぶ、より小物の色合いが映えますかね。でも、はい、今合わせた感じではそっちの方が好きやの、はい、けど、はい、うん、これから使えるのはこっちの帯かなと思って、なんかそれこれ綺麗、のにもこれすごい綺麗、でも今のサラさんにサラさんみたいなのはすごい好き、あ、よかった、なんかガラッとね、全然雰囲気が変わるんで、これって好きやの、この色好きやな、こういう感じ、うーん、かわいい、かわいい、かわいい、もう激変しますよね、半襟一枚で、雰囲気違う、素敵、ほら、あ、でもかっこいい、そうですね、これこの合わせ方もかっこいい、なんかこうパッと春めいた感じになって、うーん、うーん、なんか全然違う、うん、すごい、いいですね、はい、これかわいいな、見つかりました。次回の動画では今日選んだ着物を着てみます。グッドボタンとチャンネルの登録をしてくれたら励みになります。お願いします。